旧統一教会と接点があったと自民党から発表された道内選出の6人の国会議員。自民党道連会長の伊藤義孝衆院議員は、関連団体の会合への参加について次のように説明しました。選挙があるときに一度短めの国政報告というかですね、はい、近況報告的な形で挨拶をさせてもらったということ、統一教会の関連団体なんていう意識は全くなかったですよね。教団側への会費の支出についても旧統一教会との認識がなかったという伊藤議員、今後の対応については、個人的な例えばお付き合いみたいなのがあったりするんでしょうかね、去年以来から。全くありませんね。でその前も全くないですし、今後のお付き合いの仕方というのはどのように。いや、党本部の方針もありますのでお付き合いはしません。また船橋俊光参院議員は、今年の参院選の選挙活動中に教会関係者の個人演説会に出席したことを明らかにして、今後は党の方針に従い関係性を持たないと話しています。